MLB、ホワイトソックス5、12エンゼルス、5月31日、日本時間6月1日、シカゴ。ヒットホームラン、2年前に展開されたとんでもない状況がまた近づいている。エンゼルス大谷翔平投手が3番 DH で先発出場すると、3回の第2打席に2試合連続となる14号ツーランをセンターへ運ぶと、4回には右中間スタンド最深部へ2打席連続となる15号ツーランを放った、2試合連続、2打席連続という肩書きがついた2本のホームランだが、さらに驚くべきは3安打連続本塁打であること。この状況、打者大谷翔平が大ブレイクした2年前の状況によく似ている。しっかり捉えた打球がすべてホームランになる。相手投手にとっては恐ろしいとしか言えない状況が現実になりつつある。前日の第1打席に雰囲気のいいセンターフライを放っていた大谷翔平は第2打席に5試合ぶりとなる13号。その後はライトフライ、空振り三振に倒れたものの、翌日の第1打席でまたもいい角度で上がったセンターフライを打ち、その後の第2、第3打席で2打席連発。結果を振り返ると前に飛んだ打球はすべてフライとなっており、不審時によく見られる引っ掛けたようなゴロもなくなっている。上がりすぎのフライアウトか、いい角度になってのホームランか。紙一重の状況になるほど、大谷翔平の調子は急に上がり始めた。そして生まれた結果が、3安打連続本塁打。この2試合に限れば、打ち損ない以外はホームランになっているということだ。実は2年前、46本塁打を放ちアリーグ MVP を獲得したシーズンで、大谷翔平は同じような結果を出している。6月下旬から7月上旬にかけて、実に7安打連続本塁打を達成。アルファベットで表記するなら、H ではなく、HR が7つ並んだわけだ。今季は追い込まれたカウントやチャンスのシーンでは、全力のスイングではなく、うまくコントロールした打撃も見せていた。今季放った15本塁打のうち、走者が三塁にいたケースは一度もない。ホームランを狙っていい場面で打っているという裏返しだが、これだけ気持ちよく打てる状態であれば、いつホームランが出てもおかしくない。疲労も心配される中、試合に出続けながら状態を上げることを選んだ大谷翔平が、いよいよ爆発を予感させる3安打連続本塁打。次に飛び出すのはヒットか、それともホームランか。二刀流がさらなる高みへ。今季の大谷翔平に期待がかかる40本塁打 &230 奪三振という神レベルの偉業。2試合連続&今季初マルチ本塁打でリーグ単独2位に。エンジェルスの大谷翔平選手が現地時間5月31日のホワイトソックス戦に DH で先発出場し、今シーズン初となるマルチ本塁打を放ち、チームの勝利に貢献している。これにより今シーズンの本塁打数を15本に伸ばし、ア・リーグではアーロン・ジャッジ選手の18本に続き単独2位に躍り出ている。また大谷翔平選手がマルチ安打を記録したのは5月18日のオリオールズ戦以来のこと。前日も特大本塁打を放っており、ここ15試合は打率が1割台に低迷し打撃不振が危惧されていたが、それを払拭するような活躍となった。投手としても奪三振部門でリーグ単独1位。今更説明する必要はないと思うが、大谷翔平選手は投手としてシーズン開幕から中5日登板を続け、現在奪三振部門でもここまで90を記録し、リーグ単独1位にランクしている。すでに本欄でも報告しているように、負傷もなくチームの起用方針に変更がなく中5日登板を続けていけば250奪三振を上回るペースで推移しており、奪三振のタイトルを狙える可能性すらある。本塁打に関しては、ジャッジ選手がここまで1本塁打あたりの平均打席数 9.28 と、リーグ年間本塁打数を更新した昨シーズン 9.19 並みのペースで本塁打を量産しており、現在 14.13 ペースの大谷翔平選手が今後どこまでジャッジ選手に近づいていけるか注目されるところだ。ただ投手、野手それぞれで個人タイトル争いをしている時点で、もう完全に異次元レベルの話であることは疑いの余地がないだろう。本当の意味で二刀流評価にふさわしい本塁打数プラス奪三振数。これまで大谷翔平選手の二刀流はベーブ・ルース選手と比較され、2桁勝利&2桁本塁打が指標にされてきた。そして昨シーズン見事にルース選手以来の快挙を達成している。だが個人的には個人の力で積み重ねていける本塁打と違い、勝利数はかなりチームの影響を受けるため、二刀流を純粋に評価する上でふさわしくない指標だと感じていた。投手にとって本塁打に近いものはやはり奪三振であり、本塁打数プラス奪三振数こそ二刀流の評価にふさわしい指標ではないだろうか。
現在ではいずれも達成困難な40本塁打と230奪三振。ちょっと話が王道にはぐれるが、今シーズン注目を集めている一つに、ブレーブズのロナルド・アクーニャ・ジュニア選手の30本塁打&30盗塁達成がある。状況によっては、MLB 史上4人目の40本塁打&40盗塁達成の期待が寄せられている。そこで本欄では、大谷翔平選手に対し二刀流ならではの目標値を設定し、今シーズンの活躍を見守っていくことにした。それが、40本塁打&230奪三振だ。とりあえず下に掲載した表をチェックしてほしい。ここ10シーズン、短縮シーズンだった2020年は対象外の40本塁打と230奪三振の達成者数をまとめたものだ。すぐにお分かりいただけると思うが、2019年の40本塁打達成者を除き、毎シーズン1桁の選手しか到達できていない。どちらもエリート中のエリートしか到達できない新域と言っていいだろう。さらなる高みを期待したくなる再現を感じさせない伸びしろ。これを同一シーズンに達成するようなことになれば、大谷翔平選手の二刀流はさらなる高みに足を踏み入れたことを意味する。昨シーズンは MLB 史上初めて、規定打席&規定投球回数をダブルクリアし、メディアからも二度と目撃できないかもしれない偉業と称賛された大谷翔平選手だが、そんな偉業は早くも過去のものにして、それを飛び越える空想を我々に抱かせてくれる。大谷翔平選手の二刀流としての伸びしろは、どうやら再現がないのかもしれない。大谷翔平今季初の2打席連続14号&15号ホームラン。チームの大勝に貢献。2023年5月31日、日本時間1日、ロサンゼルスエンゼルス対シカゴホワイトソックスアットギャランティードレートフィールド。エンゼルスの大谷翔平は、敵地でのホワイトソックスとの3連戦第3戦に、3番 DH で先発出場し、3打数2安打4打点14球。今シーズン初の2打席連続本塁打を放ち、12対5でのチームの大勝に貢献。敵地シカゴでの3連戦を2勝1敗で勝ち越し、勝敗を30勝27敗とした。大谷翔平の第1打席は初回、トラウトがツーラン本塁打を放った後の無視走者なしの場面。2球目の 85.3 マイル、約137キロのチェンジアップを打ってセンターフライに倒れる。第2打席はホワイトソックスに1点を返され、2対1とされた直後の3回表。大谷翔平は1死2塁の場面で右腕輪の初球 93.8 マイル、約150キロのシンカーをセンターバックスクリーンへ運び、2試合連続となる14号ツーランを放った。第3打席は4回表。1死2塁の場面で再び右腕輪との対戦。フルカウントからの6球目、93.4 マイル、約150キロのフォーシームを右中間上段へ。飛距離は140メートルで、大谷翔平は今シーズン初となる2打席連続15号ツーランを放ち、エンゼルスが8対1とリードを7点に広げる。大谷翔平の第4打席は7回表にホワイトソックスの2番手ショルテンスから先頭打者として四球を選び出塁。続く4番ウォードが5号ツーランを放ち10対1となる。9回表に大谷翔平に5度目の打席が回ってくるが、代打にウォラクが送られ途中交代。代打の打席に立ったウォラクが左中間に4号ソロを放った。試合はエンゼルスが5本塁打を含む13安打12得点の猛攻でホワイトソックスを圧倒。エンゼルス先発バリアも5回1失点で好投。1勝1敗で迎えたホワイトソックスとの第3戦を12対5で勝利して、3連戦を勝ち越した。